閉店後の秋葉原店、株式会社クレバリーは、かつて東京都千代田区に本社を構えていたパソコン関連の小売業者である。同名の小売店舗を秋葉原や高田の馬場に構えていた。クレバリーは1988年8月に創業。1991年に法人会所して有限会社となり、1993年に株式会社化した。 当初は、世田谷区桜上水に本社を構えていたが、1994年に秋葉原に移転。1996年に秋葉原に店舗を開店し、最盛期には秋葉原のほか、高田の馬場にも支店を構え、パソコン関連のパーツ販売をメインに、オリジナルパソコンの製造、及び既存メーカー品パソコンの販売などを行い、2007年10月期には、 約46億4500万円の売り上げがあった。しかし、2008年の秋葉原通り間事件の影響で売り上げが低下し、2008年10月期で営業損失に陥り、赤字に転落。さらに、2011年の東日本大震災の影響で売り上げが低下したため、高田の馬場店を閉鎖。追い打ちをかけるように、タイで発生した大洪水により、 製品の調達に支障をきたし、2011年10月期で約27億6200万円にまで売上が低下。このため2012年に秋葉原にあった1号店、2号店を閉鎖、インターネット館を秋葉原店として改装し、1店舗体制で経営再建を図るも業績が回復せず、自力での再建を断念し、2012年5月29日に事業を停止。 翌5月30日に東京地裁へ自己破産を申請し、翌5月31日に東京地裁から破産手続き開始決定を受けた。負債は約3億3000万円。AAB 倒産速報クレバリー、東京商工リサーチ追放クレバリー、破産手続き開始決定 JC.net 2012年6月12日、業界動向クレバリー1号店、2号店が、 今月末閉店インターネット館に集約。ハーミティッジ秋葉原。2018年5月12日、閲覧。AB、クレバリー1号、2号店が2月末で閉店、インターネット館に統合。再開発で。秋葉 PC ホットライン。2018年5月12日、閲覧。クレバリー2号店をオープン。ドス、V パラダイス本店も改装。 秋葉 PC ホットライン2018年5月12日閲覧クレバリー3号店に厚くもパーツ王国など回転ラッシュ秋葉 PC ホットライン2018年5月12日閲覧お買い得価格情報秋葉 PC ホットライン2018年5月12日閲覧お買い得価格情報 秋葉 PC ホットライン2018年5月12日閲覧 AB ワンダーシティが来週末で閉店クレバリーインターネット館としてリニューアルオープン予定 ASCII.jp2018 年5月12日閲覧クレバリーがリニューアルオープン3点を統合秋葉 PC ホットライン2018年5月12日閲覧 クレバリーの新店舗、クレバリー3が6月4日にオープン。アスキー .jp、2018年5月12日閲覧。クレバリー新3号店が4月11日をもって閉店へ。アスキー .jp、2018年5月12日閲覧。クレバリー、新店舗を高田のババにオープン。ハーミティッジ秋葉原、2018年5月12日、閲覧。 倒産したクレバリーのマスコット、山田くん、デザインした平井太郎氏が直筆イラスト公開。バザップ、2020年8月22日閲覧。不況箱で新年早々圧倒的な不幸を届けたクレバリー、ユーザーからショップ評価を急落させられる。ギガジネ、2020年12月10日閲覧。ありがとうございます。